にちは。こんにちは、チャンネルティオリです。今日はパラダイム AI スモークマックスのシダクラブが届いたんで10.5 度なんですけど、はい、ちょっとアウシャフト、うん、はい、探していきたいなと思ってます。で、AI スモークマックスしかまだ届いてないんで、ちょっとこれだけになるんですけど、ちょっと見せていただけますか。はい、はい、こちらですね。これだけ、これに合うシャフトはどれなんだいというのをやっていきますので、まあ一旦純正シャフトを売っていただいて、はい、で4大メーカーの最新高級ラインわかります。まあグラファイトやったら VF じゃなくて DI ハイモジュラス、フジクラやったら NX じゃなくてベンタスみたいな感じでやっていきたいと思います。最新やったらブルーでよかったんですかね。販売時期はちょっと最新じゃないんですけど、はい、モデルとしてはベンタス TR という括りで、ああそういうことですね、はい、一番ベンタスの中で新しいんで、それでやろうと思ってます。で、まあシャフトが、見せてもらえますか。つわもの揃いですよ。そうですね、DI ハイモジュラス、1K ブルー、ベンタス TR ブルー、リンクブルー、ブルーばっかりですね。リアハイモジュラス以外、本当ですね。はい、まあ全部高断性を多分使ってるシャフト、全長じゃないんかな、ちょっと分かんないですけど、まあ広範囲に使ってるシャフトがほとんどだと思います。まあだから高いっていうのもありますしね。はい、それに AI スモークマックスが合うのかっていうのを今からやっていきたいと思います。じゃあ、そうね、純正を。純正がテーラーの、あ、確かにね、ゼルス2プラスについてた純正っぽい、はい、まさにそうですね。え、ちゃうか。いや、青ラインがなかったら本当に一緒かもしれないです。これシルバーのな、はい、ここに青が入ってるんですよ、うん、ちょっと。ああ、ほんまやな、青なんやな、そこは。これをまあ、とりあえず純正に入ってるんで売ってもらいます。はい、振動数測りますか、これは。そうですね、じゃあ測っていきます。その純正が振動数242、はい、意外とあんねん、しっかりめですね、うん、昔ってなんか228とか。そう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 、だからまあ純正シャフト特集もやりたいと思うねんけど、はい、とりあえずしっかりめなんで結構ええかもしれん、そのままでも、うん、ただ今回打つのはもう高断性のシャフトなんで全部、はい、まだプレートは全然だいぶ違うと思う。うん、しっかりしてます。しっかりしてんねや、はい、何調子やろ、中かな、中っぽいですけどね、うん、好きな動き方をしてますけど、あ、ほんま、うん、じゃあやっていきます。一応 10.5 なんで、そうだ、スピン入るかもしれない。スピン入ると思います。ああ上がってる、でもええよ、さすがミスター純正ど真ん中いきます。ミスター純正らしい。あ、やっぱスピンがちょっと、そうですね、うん、2900入っちゃったんで、はい、もっと低スピンやったら飛んでたやろうな。そうですね、もう少しな。でもまあ42で250いってくれたら、うん、まあまあまあ十分じゃないですか、ね、でも多分コンセプトが多分低スピンのヘッドではないと思います。マックスって、うん、完成モーメント高めで、うんうんうん、どっちかというと曲げたくない人、そうね、シニアになってもうちょっと浮力をつけたいみたいな、うん、キャリーを伸ばしたいみたいな人だと思うんですよ、うん、だからスピンが後ろ重心でスピン入ると思うんですけど、なるほど。だから僕はどっちかというと前重心のヘッドが好きで 9.0 じゃないとスピンが入っちゃうんで、うん、好みと全く遠いところなんですけど、でもやっぱり完成モーメント高いからかまっすぐ行ってくれたし、うん、なんかこいつの良さみたいなのは感じます。すごくヘッドのポテンシャルは純正で生きてくると。そう、なんかシャフトが変わってもおそらくいいんでしょうけど、うん、ヘッドの凄さみたいな、うんうんうん、メーカーの狙いっていうんですかね、うん、なんかそういうのは感じました。だから今からまあシャフト変えてもらうけど、はい、まあスピン量に注目かもしれんな、もしかしたら。そうですね、僕なんかはそこが反応しやすいタイプだと思うんで、うん、これでシャフトでスピン量が変わるんやったら面白いけどな。そうですね、はい、じゃあ何からいきますか。リンクからいきましょうか、ね、リンク、はい、はい、全部 5S で揃えてます、はい、僕は 1K ブルーは普段 6S 使ってるんですけど、うん、今回は揃えて 5S でいきます。はい、じゃあリンクの 5S 打っていきます。はい、
スモークどうなん、どうなんですかね、まだ一発打っただけしかあれなんですけど、うん、なんかその打感はやっぱちょっとテーラーとは違う感じがあります。シンガーなんか何個かあるって聞いた。ああそうなんや、はい、なんかシンガーなんか数字書いてたな、フェイスに。一瞬あんなデザインかなと思ったけど、ああこう丸いっぱいあるよ、うんうん、でも意外とその前作のパラダイムを僕はそんなに高い評価をしてなかったんですけど、うん、これが出る手前になんか企画で売ったんですよ、うん、やったら意外と低スピンだったんですね。だから思ってるよりもいいんかなと思って、うん、パラダイムがでこれが出ることちょっと楽しみにしてたんですけど、僕はやっぱスピンで悩みがちなので、だからこれマックスも 9.0 やったらちょっと面白かったかもしれないですけど、ちょっと 10.5 でも 10.5 の方が分かりやすいかも、スピンの動きが。あ、確かに敏感に反応しやすいですもんね、うん、ごまかしが効かんというか、うん、でも相性いいかもしれないですね。あ、ほんま振ってる感じは、なんか僕リンクのことをもっと硬いと思ってたし間が取りにくいと思ってたんですけど、これ入れたら色も合うてる。あ、確かにね、まさか確かに知ってたとか今こうパーンで振ったらあれリンクってこんな感じだったっけって思いながら良さそう。感じより悪いな。3700スピン入りましたね。もう一回打ってみ。はい、ちょっともう一回打ちます。振ってる感じ良さそうやったけど、うん、なんかやっぱ捕まりが右に飛ぶから余計スピン入ってまう。それもあるでしょうね、うん、ちょっと捕まえにいかな、うん、厳しいかもしれないな。ちょっとじゃあ踏まえて打ってみます。はい、やりすぎたかな。良さそうやけど、わいいと思う。スピンを抑えられてそうな感じ、うん、抑えられてると思う、おそらく。あ、来た、うん、2300、まあまあ理想値よ、これ。そうですね、うん、19度も上がったし、ロフトのおかげ。やっぱ動き方はすごい良さそうに感じるんですよ、うん、ただ、この優しいヘッドで浮力上げたいみたいな人で、うん、このシャフトを入れたいみたいな人があんまりね、このコンセプトが全然違うけど、うん、でも試してみてほしい、うんうんうん、意外と動きはいい感じやから、曲げたくないけど左のミス嫌みたいな、うんうん、泥がきつい人とか、うんうん、いいかもしれないですけどね。なるほどね、うん、まあ、多分それ系のシャフトばっかりですけど、今から今から表現が難しく、なんか試されてるかのように青が3種類ありますね。で、DI やって結構バッ DI もそれ系やしまあちょっと、じゃあ次はどれ行きましょう。任せます。じゃあ藤倉いきます、はい、一応長さは 45.25 かな。そうですね。体、AI スモーク入れるとどうなんのやろ。でもシャフト長は一緒ぐらいや、ね、シャフト長一緒ぐらいやったけど純正はっきり分かんないですけどね。なんかさっき聞いたらもう全部60度本に統一されるっていう、今後ね、はい、聞きましたけど。長さはペンタス TR ブルー 5S、はい、いきます。さっき家でリンク打ったんですけど、うん、リンクよりかはちょっと動き方が早い感じなんですよ。僕その動き出すタイミングももうちょい早めから動き出してピュッとくる感じはあるんで、それ手元硬いってことかな、もしかしたら。ああそうなんですかね、うん、ちょっとだからキックポイントはもう先に寄ってる感じはしてます、うん、そう感じるんやろうな。多分こうメリハリがあればあるほど多分こう感じますね、うん、そうやろうな。なのでさっきよりこの組み合わせで元から考えてたみたいな人は多いかもしれないです、ね、うん、なんかその動き方的には、うんうんうん、このヘッドにリンクで考えてる人って少なかったと思うんで、うち、んうん、の方が球は逃げなさそうです、うん、当たり方が薄いですね。右に飛んでちょっと、うん、ドローしてるな、入ってくるみたいな感じなんですけど3200ですね。あ、打ち出しもまあやっぱりちょっと入るんかな、はい、
それはやっぱ動き多い分そうなるんかもしれない。そうね、動き、まあでもちょっともうちょい捕まえて打ってみるか。そうですね、もうさっきのリンクもやったしな、立てて打ちます。ちょっと捕まえた感じでいきます。はい、うわこれも高い、これもいったな、右やな。ドローはドローで打ってるんですけど、自分の中で立てて入れてるつもりやけど、あ、まあちょっと減ったけどやっぱりスピン多く出るな。うん、さっき3300度でしたっけ、うん、2900までは落ちたんですけど、打ち出しが21度のまんまなんで、うん、でも打感がなんかすごいいいですね。フジクラ、いやそのヘッド自体が、ヘッド自体が、うん、さっきもリンクの時も、うん、ヘッドに乗ってくれる感じっていうのがあったんですよ、うん、フェースの上でこう待ってくれる感じがあるので、うん、ちょっとミスヒットの時もごまかせそうな、飛ばんでいいからとにかくコース内乗ってみたいなごまかしは効きそうな感じなので僕はすごい好きです。相性的に言うと、まあ結果論で言うとちょっとリンクに分配がいい。そうですね、うん、こっちの方が素振りの段階では良かったんですけど、うんうん、結果リンクの方が、うん、スピンが抑えれてる。 2300g でいきました、うん、なんか良かったですもんね。まあじゃあ次いきますか。はい、じゃあ三菱さんで、はい、これねスピン入りそうですね。入りそうやな、動くんで、うん、僕はこれ使ってるのはスピンが入らないから使ってるけど、スピン入らないヘッドなので僕は、うん、9.0 やし、これでスピンが入らんかったら本物ですけどね、このシャフトちょっと入りそうな気がする。はい、50です、打っていきます。はい、三菱のワンケブルです。動くわ、スピン入るかもな。入りますね、これはいい動き方ですけどね。なんか良さそうやけど、いい動き方をしてます。いや、ええんちゃう、これ飛べば面白いけど、どうなんやろ。ああ飛びこそはぜスピン量少なそうやけど、うわっ16度まで減ってくれたけど3200入ってます。これやったらもうちょい高く上がった方が飛んでたな。どうなんですかね、上に上にって感じになっちゃいそうやけど、もう一回行くか。もう一回行きます、はい、今のとこ純正のポテンシャルが高いのだけが証明されてるけどそれで言うとこれの方が純正より動きます。ああそうな、はい、感覚的に、感覚的にはなんか純正が結構しっかりした感じのイメージがありました。僕はやっぱちょっと動いてくれた方が好きなんですけど、うんうん、今日のは結構パリッとしてるシャフトが多いので、うん、前に行ってる感じはありますけどね、こっちの方が、うん、でなんかたまいけどな、あ、分かる分かる、こう吹けてる時って良くないですもんね、うん、フックで吹けてたらちょっと、うん、ちょっと相性悪いかもしれんな、うん、レオン君2話ですよ。そうですね、これトリプルダイヤとかにしたらどうなるか分かんないですよ、はっきり言って、うん、前重心のヘッドで試してみたかったですね、うん、最後じゃあハイモジュラスで、はい、はい、DI ハイモジュラスが一ちゃん高いかな、定価は69,300円なんで、うん、一番他のシャフトは全部55,000円だったんですけど、うん、全長に多分高断層やったような気がする。ハイモジュラス言ってるぐらいですもんね、うん、トレカ 1100G、 あれトーレカーボンという意味らしいですね、トーレカーって、うん、はい、DI5S ハイモジュラス打っていきます、はい、これは動かない系ですもんね、あー厳しいな、まあ、このヘッドを買う人ってどっちかというとスピンで悩んでない人ですもんね、うん、そこ、うん、でも2700か、うん、まあまあでも抑えれてるかもしれない。もう一回行こう、はい、もう一回ベンタスぐらいかな。そうですね、うん、でもやっぱその動く量によってスピンが全然ね、やっぱ動かしたことなんかスピンが入ってないですね、うん、僕の場合は。まあそうやな、
いいと思う。距離こそ出てないけど、あリンクか。リンクでしたね。リンク2位がまあベンタス DI、3位がまあワンケブルーかな。はい。うん、ただ体感と出てほしい球。うん。例えばリンクの場合は一番右にドーンって出て、うんうんうん、大きいフックで出て、うん、まあ大きいフックの時はスピンで下がったんですけど、うん、怖さがないっていう意味ではベンタスの方がこの自分が打ちたい球と。うん、出る球が似てた。あ、なるほどね。そういう違いはあります。うんうん、結果が良かったのはリンクなんですけど、じゃあベンタスに。そうですね。ベンタスの方がこれよりかは僕の体感は良かった。なるほどね。じゃあ3が DI で4が 1K って感じかな。はい、まあ、またノーマルとかトリプルダイヤ入ってきたりして、まあ、多分入ってくる9度やと思うんですけど、次第にそんなまたその辺ね、アウシャフト探していきたいと思いますので、それが入ってくるまでは次エアスモークマックスで4万円台のシャフトで合うやつ探したいと思いますので、まあそっちの方がいろんな種類ありますからね。はい、まああの最新に限らず、ああ、なるほど、はい、いろんなシャフトをね、合うやつ探したいと思います。はい、はい、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。